メドゥーサ退治から始まった英雄譚、数々の冒険の後、天の星座となる。古代の人々の豊かな想像力に感服するな。もうちょっと衣装に予算回しちゃってもいいかな。でも大道具にも凝りたいし、贅沢な悩みだね。それから脚本、まあアキラならアンドロメダの救出かな。ミチル、呼んだか。あ、待ってたよアキラ。今度上演するペルセウスの英雄譚だけど、主役はアキラで行くから。随分と早い決定だな。脚本作業もまだ始まっていないというのに。うん、でもこの配役に関しては譲れないから。最近は脇でどっしり舞台を支えてくれてたけど、そろそろ王としての姿、フラウプラティーンであるアキラをみんなに見せてあげないとね。やっぱりアキラは舞台の中心に立ってる時が一番きらめいてるから。わかった。ペルセウス役、慎んで受けさせてもらおう。それ以外の配役はどうするつもりだ？そっちは脚本が出来上がり次第、エーデル内でオーディションをするつもり。立候補制にするから、もし希望する役が被った時は、アキラにオーディションの審査員をお願いするね。心得た。あとね、今回は脚本と演出の方向性も私たちの方からどんどん意見を出してほしいって。おう、ミチルの腕の見せ所だな。ちょっと何人ごとみたいに言ってるの。主役であるアキラの意見もしっかり伝えなきゃ。もちろんだ。差し当たっては舞台の内容か、まだどの部分を中心として見せるか決まっていないだろう。うん、ペルセウスの神話は大きく分けて3つの物語で構成されてるけど、どの部分をクローズアップしたらアキラのペルセウスを最も輝かせられると思う？3つの物語か。1つはペルセウス誕生からメデューサ退治を描いた冒険譚、もう1つは囚われたアンドロメダの救出とその後の結婚まで、最後はミケーネの王としての物語だな。うん、メドゥーサ退治は活劇もの、アンドロメダ救出は恋愛もの、王の物語は歴史ものって感じかな。私ならメドゥーサ退治を選ぶ。へえ、歌劇にするならアンドロメダがいいって言うかと思った。メドゥーサ退治はギリシア七大英雄の物語の中でも最初に語られるペルセウスの代名詞だ。ならば王道を行く私にふさわしい演目と考えたまでだ。それにもう一つ、メドゥーサ退治で挑戦したいことがある。へえ、アキラが挑戦なんて言葉使うの珍しいね。聞かせてよ。ヘラクレス12の興行でミチルがヘラクレスを演じた際、蛇の怪物であるヒュドラと対峙するシーンがあっただろう。あの死闘を見た時、私の中に言葉にできない情動が生まれた。まあそれぐらいしないと主役は務まらないからね。ああ、フラウ・ザフィーヤの名にふさわしい名演技だった。そしてペルセウスはヘラクレスの曽祖父にあたる。同じ血統を持つ役としてヘラクレスを超える死闘を演じること、それがフラウプラティーンである私の挑戦だ。なんだ、そういうことか。じゃあペルセウスの英雄譚はメデューサ退治をメインにしてほしいって伝えておくね。ああ、だがミチルはそれでいいのか。当然いろいろと考えがあるのだろう。まあね、でもいいんだよ。一番大事なのはアキラのペルセウスが
最も輝くことなんだから。アキラがどんな演技を見せてくれるか楽しみにしてるね。その言葉、ヘラクレスを演じた者からの激励として受け取っておこう。しかと目に焼き付けるがいい。メドゥーサとの死闘を演じ、その印とともにペルセウスの栄光を掲げる私の勇姿をな。ミチルが演じたヘラクレスを見て心が動いたのは確かだが、真似るつもりは毛頭ない。同じものでは面白みがないからな。だが今回の舞台を見に来る者の中には比べる者もいるだろう。私はその者たちの期待をいい意味で裏切るつもりだ。私がミチルに触発されたように、私が演じるペルセウスに刺激を受け、自ら演じてみたいと思うものを生み出すことが使命だ。火事神ヘパイストスが誕生せし黄金の新月と名はハルパー、不死をも覆す神の刃にてその首もらい受ける。もはや勝負は決した。醜き邪髪の怪物よ、なぜおとなしく命を明け渡さない。お前がその黄金の盾を手にしているからだ。その盾こそあの憎きアテナの象徴。その通りだ。この盾こそお前の恐ろしい視線を弾く黄金のアイギスだが、なぜアテナを憎む。私の恋を邪魔立てした。それだけでは飽き足らず、私の自慢の髪を蛇に変え、この島に幽閉したのだ。そんな女が使わしたものにおとなしくくれてやる首はない。お前の最後をかたどった石像を送り返してやろう。動かぬ石になるのはお前だ。行くぞ。アキラさん、お付き合いいただきありがとうございました。練習しているのを見たら体が勝手に動いてしまって。構わん。ここに来たのは私を尋ねるためか。そうです。いろいろ考えたのですが、ペルセウスの英雄譚ではメデューサ役に立候補することに決めました。理由を聞こう。はい、私は美女と野獣でもベルの兄としてアキラさん演じる野獣の敵役を演じましたが、今回は悲しい過去を背負ったメデューサを演じることで経験を生かしつつ自分の演技の幅をさらに広げたいと思ったんです。いいだろう。お前の立候補によってメドゥーサ役の希望者は2人になった。よってオーディションを開催する。やはり私の他にも立候補した人がいるんですね。ミチルさんですか。八千代だ。つい宣告立候補をしてきた。意外です。八千代は立候補する理由に、なんと。今まで主役と真っ向からぶつかる敵役を演じてこなかったため、挑戦したいとのことだ。では今回は八千代がライバルですね。詳しい日時は追って連絡する。今は準備に励め。はい、よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。八千代の演じるメデューサには深い哀愁があった。悲恋、そして醜い姿にされ、何年も幽閉されたものの暗い歳月が肌を刺すように伝わってきた。お前のメデューサは対照的で強い憤怒がある。強い憤怒ですか。自分を呪ったアテナへのやり場のない怒りを全てペルセウスにぶつけるようだった。まさに死闘中に繰り広げられる掛け合いにふさわしい土器と言えよう。光栄です。だが演技が完成するまで八千代もお前も正解とは言えない。己の正解を確固たるものとし、万全の状態でオーディションに臨め。はい。あ、メデューサの演技の違い八千代にも伝えてよろしいでしょうか。無論だ。より良い舞台を作るため八千代と競い合うがいい。はい、
フンドのメデューサと哀愁のメデューサ、どちらがアキラさんの相手にふさわしいか勝負します。そして必ずやメデューサ役を勝ち取り、ペルセウス最大の困難としてあなたの前に立ちはだかってみせましょう。それでは失礼いたします。最大の困難か、心待ちにしていよう。その困難が大きければ大きいほどペルセウスは英雄としての格を上げるのだからな。